26日金曜日の全国の天気をお伝えします。大気の状態が不安定となるところがありそうです。こちらは午前9時の上空5500メートル付近の気温の予想です。上空には冷たい空気が入りますので、地上との間でお天気が不安定になり、ざっと雨の降るところがありそうです。では雨雲の予想を確認していきましょう。すると新潟県周辺が中心となりそうです。北陸ではお昼前後にもざっと雨の降る可能性があります。空の変化に要注意です。では各地のお天気アイコンです。高気圧に覆われるため晴れるところが多くなりそうです。お伝えしたように北陸周辺はにわか雨ご注意ください。強雨や雷雨の可能性もあります。またこの寒気の影響は関東地方にもありそうです。アイコンには出ていませんが、午後から夕方は関東の沿岸部で雨の可能性があります。また東北や北海道など北日本は日本海側を中心に雲が広がりやすく、雨の降ることがありそうです。昼間の気温は前日よりも上がるところが多くなります。西から東日本、日差しが暖かくなりそうですね。北日本はこの時期らしい体感です。北海道は前日よりも気温が下がる予想。ひんやりとするため服装にお気をつけください。以上、金曜日のお天気でした。